はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。11時をちょいと回りました。11月は18日の土曜日でございまして、いや行きましょう。ちょっと寒いですよね。千代田区15度でこの日は18度ぐらいですね。はい。この前ね、2週間ぐらい前ですかね、韓国がね、あの株式市場でね、空売り禁止とかって言い出したでしょ。何やってんやろうと思うんですけど、今度中国ですって。現代ビジネスですね、11月17日、昨日出た関平さんですね、の記事ですね。中国の金融市場は秘密警察の監視下に、空売り規制を公然宣言、習近平体制の主役に躍り出た国家安全部ということですね。何のこっちゃだと思うんですけどね。ちょっとさ、出足を見ましょうね。中国には国家安全部という中央官庁があり、スパイ活動と反スパイ活動を行い、国内の政治監視、体制維持を任務とする秘密警察組織である。まあ言うてみれば日本の公安警察みたいなもんですね。ただ日本の公安も秘密めいてるんですけども、一応そのなんて言いますか、表舞台がありますね。表で活動する人たちがいる。まあ向こうはどっちかというとですね、トップ以外は秘密めいてますね。今まで、国家安全部はいわばベールに包まれる秘密機関であって、活動内容を一切公表せず、公での発言発信もほとんど行ってこなかった。またその活動範囲は普通、国家安全に関わる領域に限定されていたはずである。この国家安全部は最近ネット上で公式アカウントを新設して対外発信に使っている。11月2日にそのアカウントに掲載した一通の論評が国内外で大きな驚きと話題を呼んでいる。金融安全の強力な守護者になると題する論評を冒頭。あの秘密警察がね、金融安全の強力な守護者になるんかって、ちょっとちゃうやん、それ部署だと思うんですけど、冒頭、一部の国家と個別勢力は今、あらゆる手段を用いて、中国の金融市場をかく乱し、投機のためのショートポジション、空売りを繰り返し、我が国における金融の混乱を引き起こそうとしていると断言した上、我ら国家安全機関は今後金融リスク発生の予防を仕事の重要位置に置き、国家の金融安全保障に積極的に関与し、金融領域において国家安全を危害する犯罪行為の取り締まりに力をより一層入れると宣言したのである。つまりこれから空売りしたらですね、俺らが逮捕しに行くぞということですね。おいっていう世界で。あの投機のためのショートポジション、これ何かというと短期売買のことです。それは相場というのはね、マーケットというのはね、投資家が儲けるためにあるもんであってですね、短期売買であろうがロングであろうがね、あの売買の自由が損なわれたら、もうそこでマーケット機能はついえるわけですよ。それをですね、まるでショート売買してはいけない、ショートポジションを取ってはいけない、あるいは空売りを繰り返したらあかんのかということになってしまいますね、この書き方やと。で、今後それはですね、こう、そういうことやったらですね、取り締まりの対象になって、要は逮捕される可能性があるということ。関平さんも書いてる関平さんも呆れてますけども。ただね、これね、前例があるんですよ。2015年やったかな、チャイナショックというのがあったんですね。その時ですね、中国が景気がゴーンと悪くなってですね、もうあかんやんという、一瞬あかんやんという一瞬があったんですけど、その一瞬の時にですね、上海のマーケットにですね、どこの部署やったかが介入しましてですね、株式の、株主たちに、売るなっていうですね、命令を出したんですね。で、売り注文を出した人はですね、警察がいて逮捕したというですね、そういうほんまかみたいな。でもほんまらしいんですよ。あとマーケット閉じたらええやんと思うんですけど、そういうわけにもいかんわけですね。売るなって言って、売ったら逮捕みたいな、なんなんそれっていう世界ですよね。
まるっきりマーケットというものはですね、こう理解されていないんちゃうかと。ショートもあれやロングもあれやですね、空売りもあるわけですよ。信用買いもあるわけですよ。それがマーケットというものであって、それで相場というものが形成されているわけだって。そのただ買うだけは OK って、売ったらあかんとかいうものになるわけでしょ。そうなっていったら最終的には、株買うてもいいけど売ったら逮捕やったら誰も買わへんやそんなもん、はっきり言って何を考えてるのかと思うんですけどこの前の韓国のね、空売り禁止もね、なんていうか、それによってですね、その市場がですね、手堅くなって、要は株価が上昇するかっていうと、そんなことないんちゃいますか。プレイヤーが減るわけですからね。あの空売り、空売りしたら必ず買わなあかんのですよ、はっきり言って。だって いつまでも借りとくわけにいかんでしょ。だから買って返さなあかんわけですよ、株を。だから打った数だけ必ず、あの反対の買いがいつか入るということなんですね。だから別に相場にとっては中立なんですよ、マクロで見たら。なんでそんな簡単なことがですね分からんのかというと、やっぱりその相場、マーケットというものに慣れ親しんでない頭で考えると、空売りとかけしからんになるわけですね。それ売りっぱなしだったらあきませんよ、そんな、はっきり言うて売りっぱなしはあきませんけど、必ずあれはですね、買い戻さなあかんわけだって。大体そんなんね、空売りしたってね、1年も2年も置いておく人いませんからね。必ず1年以内ぐらいに買ってるんですよ、空売りのまんま2年も3年も。そういう制度はありますよ、日本でもね。向こうはどうか知りませんけども、必ず買い戻さなあかんわけですから、どっかで同じだけの買いが入るわけですからそれはだから相場の、まあ、下落要因になる、一瞬になるかもしれませんけど、一瞬の話です。これを韓国も禁止してるわけです。あの中国はね、共産党頭で考えたらですね、これ禁止やってるんです。まあまあ、あいつらだったら考えるかなと思うんですけど、韓国なんかね、もう長らくね、あの資本主義のマーケットを形成してるわけでしょ。なんでそこで空売り禁止を言うかなと思いますけどね。アホちゃうのと、はっきり言うて。まあ、あのまあ、韓国は置いといて、中国はこれからですね、この、まあ、言ってみれば秘密警察がですね、市場を監視下に置いてですね、場合によっては介入するわけですね。つまりショートで売買繰り返してる人間とかですね、空売りしてる人間はですね、逮捕されるわけですね。嫌やん、そんなん。多分これ日本からでも外国からでもですね、売買できるようになると思うんですけど、例えばへーって売買やっててね、である日ちょっと中国行ってこうかなって言ったらですね、逮捕されるっていうことがありえるわけですよ、投資家さんね。私みたいに確信犯的にですね、中国のことをですね、茶化してる人間はですね、もうこれは行ったら逮捕されると思うから行きませんけどね。普通の投資家さんがね、あ、この株ええやんとか言って、それ買って売って買って売ってってやってて人がですね、ちょっと中国旅行って言ったら逮捕。いやいや、そんなあかんでしょ。そういうことをね、こう、そういうことを表明してるわけですよ、この国家安全部は。今3ページのうちの1ページだけ読みましたけど、だん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 国家安全部のね、権力内におけるポジションが上がってるっていうことだと書いてあるんですけども、なそれも興味ある方は読んでいただければいいんですけど、なんて言いますかね、私から見るとですね、だん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 中国のですね、政策がですね、土地狂ってきておかしくなっていますね、狂ってきましたね。それはものすごい焦りもあるでしょうし、分かってないっていうのもあるでしょうし、まあ、うまくいっていないと一番だと思います。で、今まである程度放任主義やったわけですよ、習近平の前は。胡錦涛という人はな、あれは放任主義の人ですね、今から思えば。もう市場に任せたらええやんぐらいのですね、やり方だったんだけど、習近平はそれがどうもですね、こう資本主義というのは、自由主義経済というのは、政府が極力介入したらあかんのやと、介入したらろくなことないでという基本がですね、お分かりになっていないですね。だからあらゆるところに目についたあらゆるところに口ばしを入れてですね、口出して変にしてますね。ちょうど2年ぐらい前でしたか、なんで子供ができへんねんって言ったら、子供作ったら金かかるしやって、金かかるのは塾と家庭教師に払わなあかんしやということでですね、塾と家庭教師禁止とかでやりましたね。ほんまにある日突然ですよ。でそこで1000万人の家庭教師と塾の先生が失業したと言われてます。1000万人ですよ
まあ日本的には100万人ということになりますね、それくらい従事者いるでしょうね、100万人ぐらいいるでしょうね、あの家庭教師、塾の先生、予備校の先生とかね、全部禁止ですからね。まあそういうおバカなことがですね行われているという、その一端を示したこのニュース記事でございました、この現代ビジネスのですね1ページ目を貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。